ユネスコ無形文化遺産登録に向けて群馬の温泉を楽しむぞ。おにごり湯の宿赤城温泉ホテル、おかみの遠宮香織さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。赤城温泉郷っていう赤城の南面エリアですけれども、はい、この温泉郷の特徴みたいな歴史みたいなところを伺えればと思うんですけど、元禄13年から元禄、お江戸ですね。お江戸、相当前だ。自然豊かな赤城の南面の中で湧いていた湯王っていうことでね、場所もすごいですよね。この道のなんかの突き当たりにあるから、もうほぼ山と一体化してますよね。登ってきていただいた道がうちの玄関アプローチみたいな。そうですよね。結構長めの玄関アプローチ。カーブいくつぐらい行きましたね。23です。23、なるほどね。でもそういう意味では秘境で、やっぱりこの東京都内の喧騒みたいなところからちょっと逃れて自然にみたいなところではもううってつけですよね。そうだといいなと思って。いやいや、素晴らしいですよ。川も近いしね。そうです、ね。すごい川の音が。あれですか、赤城南面の観光と合わせてみたいな方が多いんですか。そうですね、そういった方もいます。千本桜とか、はい、釣り針があったりとか、はい、いろいろあります。あと若さぎ釣りがあったり。なるほど、ね、そうか、意外とありますもんね。だとそれこそもうお宿に入ったっきり出ないでずっとこちらにっていう方もいらっしゃるんですもんね、はい、でこの、赤城温泉ホテルさんの他との特徴みたいなところってどんなところですか。それぞれ素敵なお宿だと思っていますけど、はい、うちは静かに過ごしていただくために、いろいろ改装して。なるほど、結構だから部分部分めちゃくちゃ新しくって、ちょっとイメージと違かったっていうのはすごく正直な感想で、すごい。だってこのなんか家具とかもね、すごい。なんかこれだってなんか可愛いし。ありがとうございます、ね、こういうのはあれですか、おこみが選んでるんですか。そうです。お食事ところのね、あの雰囲気とか、ね、嬉しいです。あの白く塗装してるんですか、お食事ところの。そうです、はい、はあ、そういうところもね、ちゃんと細部までこだわって、ありがとうございます。おしゃれです。だからこの歴史伝統みたいなものを大事にしながら、はい、うまく新しいところをマッチさせてっていう、はい、だからこそあれなんでしょうね、老若男女いろんな方が訪れて、それぞれの楽しみ方を見つけてらっしゃるみたいな。はい、そうだといいなと思って。めちゃくちゃ謙遜しますよ、ね。そんなことないですよ。そう、それできてる、俺が言うのもおかしなことになるんです。部屋の感じすごいじゃないですか、別邸の。別邸ね。あんな階段降りて風呂行くなんて、俺初めて見たんですけど。メゾネット形式ですか。あれは相当贅沢じゃないですか。あれはどうしてメゾネットにしたかというと、はい、うちあの温泉が裏山なんですけど、湧出口が、はいはいはい、パイプを曲げて作るとメンテナンスが固まっちゃうんですよ。そうなんだ。なので下へ流さないといけない。それなのでメゾネットにした。なるほど。そこに合わせて部屋作ったみたいな。実際こそこの山のなんていうんですか、斜面っていうこの自然に抗わないでうまく折り合いつけながらの形が結果こうなったっていう。だいぶでも泊まった人ね、満足しそうですけど。そうだといいな。やっぱり時代が、あのどのように変わっていくかは私には分かんないですけど、はいはい、ここに来る、その静かな山の中に旅に出るっていうのは、やっぱりこうゆっくり過ごしたい、静かにゆっくり過ごしたい。なるほど。いいんです、皆さんで入るお風呂もいいんですけれども、はい、2人で入りたかったり、ご家族で入りたかったりっていうお声もちらほら聞くので、そういうのができたらいいなっていう夢です。自然のね、あの声に耳を澄ませてるのと同様に、おかみやっぱお客さんの声一つ一つにちゃんと耳を澄ませてるっていうのがすごく感じれたね。うまいね。うまいと言わざるを得ないね。お前のリアクション、ね、お前のリアクション、そんなリアクションない。うまいと言わざるを得ない。めちゃくちゃ気使ったの、のリアクションだったら、もうちょい分かってくんだろう。耳をだから自然の声に耳を澄ますのと同様に、お客さんの声にもしっかり耳を澄ませて、お金をスタンバイしてしまう。改めてこの伊香保温泉のなんか歴史成り立ちみたいなのをまず伺えればと思うんですけど、伊香保温泉は本当に古くてですね、はい、あのもう1200年前の一応万葉集に九州とあると。そしてあの温泉の歴史としては、はい、今から450年前、はい、
長篠の戦いで、織田徳川軍と、武田軍が戦って、はい、でその時の負傷した兵を療養するために、はい、武田勝頼氏が、うん、真田正幸氏、はい、真田丸の、はい、真田幸村の、はい、お父さんに命じて作らせたと言われておりまして、はい、その時に石段街ができたんですね、はい、でその上の方から石段の傾斜を使って自然にお湯が流れて、はい、牧の旅館さんに、配当するようなシステムを作って、それがもう450年前だということですから。じゃあもう歴史ももちろんのことながら、はい、この温泉とともに町の発展みたいなところがあったっていうことですね。もちろんそうだと思います。もう伊香保は、3度か4度、大火にもやられてるらしいんですね。火事になってるらしいんですけど、はい、それでもね、こうやってずっと歴史が刻まれてきておりますので、やっぱりそれはきちっとした設計の中に出来上がった町だからなと思ってます。すごいですよね。じゃあ何度となくピンチを乗り越えてじゃないですけど、この時代の変化にこう対応しながらということで。はい、そうですね。でそんな中でこのお宿玉城の特徴、はい、強みみたいなのをせっかくなんで伺えればなと思うんですけど、うちは前館畳廊下の純和風旅館ということで、はい、季節が香る宿っていうのをこうサブタイトルにしてるんですね。季節が香る宿、はい、歳時期に応じて館内の飾りを全部変えて、で、掛け軸お花と、はい、日本の文化を残して行ってるところがうちの売りなんじゃないかなと思ってます。これ僕らもね拝見させてもらいましたけど、はい、あらゆるところにポイントポイントにひな飾りがってことですけど、まあ、今ねそうですね、そうですよね、これなんか日本の四季でいうと、はい、4つですけど、はい、お宿玉城さんはこの季節の捉え方がもう12ぐらいの感覚です、はい、すごいな、はい、半分趣味でね、はい、うちの母おかみがやってますんで、助かってます。なるほど。あとは、まあ、温泉が小金の湯と、はい、まあ、白金の湯と2つの源泉を引用していると、はい、いうこと、2つ一度のお風呂で2つの温泉に入れるっていうのは無理ですね。なるほど。日本の歳時期を大事にして、うん、そして季節を大事にする、まあこれは私が旅館を母から受け継いだ時からやっておりますので、うん、もうかれこれね50年近くもやっておりますことですし、3月も終わる頃になると、まあ、次は5月の端午の節句になりますでしょ、うん、そうすると、うん、まあ一つ一つみんなこうしまうわけですよね、うん、でそれも来年またお会いしましょうね、うん、私も元気でいるからお会いしましょうねそういう思いがあるわけだよね。そういう思いがね一つ一つありますからね。今ですね取り組んでるのが、伊香保温泉はもう、明治大正時代に文人墨客に多くお越しいただいて、はい、まあ、宿代の代わりにこう作品を残したっていう歴史があるんです、その歴史が、はい、のその作品が温泉地の日本の温泉地の中で一番残っているのが伊香保温泉だということなんです。やっぱり立地的にね東京からもそれなりに近いですし、なるほど、そういう意味で来やすかったというのがちょっと、うん、まあ、そうやって受け入れる文化が昔からあったんですよね、はい、でそういうのを今現代にねまた紐解いて、現代でも今東京の作家さんたちにちょうどアートリーダー、はい、伊香保って今やってるところ、これから今滞在して作品作ってもらったんですけど、はい、うん、伊香保に滞在しながらその伊香保の魅力を作品に残していってもらおうっていう、やっぱり今までどちらかというと宿泊の目的は宿が目的だったところは宴会をしに来るっていうことのお客さん多かったですからね、はい、団体の時はね、これからお客さんは個人ですし、やっぱり伊香保温泉を目的に来ていただいて、うん、でまあ、あくまでもね、うん、宿はどこでも伊香保温泉に来ていただいて、うん、でまあ、その町を歩いて楽しい町にしていくことがこれからのお客様には必要だと思ってます。やっぱ群馬県の入り口みたいなところもありますから、伊香保で泊まって群馬県内を楽しむみたいなところのありがありますもんね。それも面の広さがどこまで行くかみたいな。ありがたいですよね。立地的に渋川インターを降りて15分、ね、草津、みなかみ、ちょうどその真ん中にありますから、伊香保を起点にしていただければ一番ありがたいですね。私どもの その温泉は、いわゆる高専温泉っていう温度の低い温泉であったためにですね、はい、そこにあるのは分かっていても誰も利用できなかったっていう、はい、まあ、そういうその歴史があるんですね。一番最初は、はい、この辺 その野生動物の、はい、まあ、鹿とかイノシシとかそういった野生動物が、はい、ミネラルの補給のために、なるほど、その
出てる温泉をその定期的に飲んでたと。あ、じゃあ動物が教えてくれたってことですか。そうそうそう、なるほど。それがこの清流荘として、温泉旅館として使うようになったっていうのが、ここ50年間。なるほど。そのくらいですかね。はい、まあ、ご覧のようなこの山の中のね、はい、里山の自然の中にこう、存在してますんでね。うん、まあ、敷地が広いってことですかね。はい、裏の方の山から、この見える方の川を挟んで、道の上の方まで、はい、うちの敷地で、あとはこの建物の形ですね、はい、箱型の、はい、ホテルのようなね、はい、このコンクリートでガーッてこう、はい、作っちゃうんでなくて、現代的なそういうのじゃなく、こう広いこう敷地を、まあ、生かして、はい、花火を点在させるっていう、まあ、山の中にふさわしいような、はい、まあ、それがスタイルであろうと。なるほど。いうことで、わずかに聞こえるんですけど、この池のね、川のせせらぎみたいなのが本当に静かだから、我々がこんなうるさく喋んなきゃ、うん、本当に自然の音が自然に感じられるっていうね、そういうことですもんね。はい、まあその中にだからこう日本庭園があったりとかですね、あとはその離れが7室ですか、はい、うん、ある程度の距離を取ってですね、はい、ずっと点在するっていうような、結構珍しいですね、これなんか独立した部屋みたいな、ね、なんか部屋もそれぞれ名前ついてみたいな、はい、ね、すごい贅沢っていうか、やっぱりこの山の中のこの、うん、イメージに合わせるっていうと、うんうん、まあ、自然と、まあ、そんな感じに、まさに秘湯なんですね。まさに秘湯といったところですから、はい、本当の意味での秘湯ですね。でもその割には結構南国との分かれ目とかでかい看板です。あの看板はあれぐらいはいい。あの看板はもうあの南国村の方面行くときに絶対見てて、あ、ここのことだったんだ今日行くのって思って、それで来ましたから。だからこうね、山の中だからその、うん、分からないっていう道に迷っちゃうお客さんが結構多かったんですよ、うん、なるほど。花火が普及する前はですね、うん、やっぱりね、あっちこっち迷っちゃって、ここに来られないっていうので、ギリ看板のバランスですね、看板だけはもう現代的で、あの看板までが、まあ、都会の喧騒ですね、そういう意味で言うとね、看板超えてます。確かに、ちょっと下ってくるとき、道が細すぎて不安になりますもんね、確かに確かに。合ってるかどうかって。であそこに、あ、この先だよっていう看板があるだけで、その安心感があります。お客さんにも言われるんですけど、こんなその細いとこ入ってきて、こんな山の中に旅館があるんかっていう心配になるっていう。なるほど。で、対向車が来たらすれ違いどうみたいなっていうのは、対向車来るなと思いながらやっぱ走りますもんね。だからそういうところだからこそ秘湯なんですよっていう、まあ、そういう説明なんですけども。なるほど。その温泉だけでなくて、その周りを取り巻くその、文化とか、はい、そういった広い意味での、うん、温泉の価値っていうもの、そういったものをやっぱりその世界に伝えていく、うん、次の世代に、継承しているっていう、はい、うん、社長の桜井、よろしくお願いします。よろしくお願いします。下切りすずめのお宿ですね、ホテル磯辺が、はい、で有名ですけど、はい、磯辺温泉街の歴史みたいなところをちょっと伺えればと思うんですけど、はい、そうですね、もともと磯辺温泉は温泉マーク発祥、ちょっと今ちょっと温泉マークのアロハシャツ、はい、アロハシャツ、はい、1661年に臨地境界線、こちらそれがそこのマークがですね、温泉が湧いてたもんですから、はいはいはい、クラゲみたいな、はい、これが使われたのが長いやつ、鎌倉幕府の、裁判の判決後の裏側の地図に載ってます。ここがこう温泉マーク発祥の地でずっと今まで来てるんです。塩化ナトリウム炭酸強塩泉って、はい、しょっぱいんですよ、はい、しょっぱくて炭酸のやつなので、磯辺せんべいだったりとか、なるほど、高専豆腐だったりとか、ね、そういうのは名物なんです。入れる温泉でもありますし、はい、食べれる飲食もできる温泉、ちょっと珍しい温泉地かなと思ってます。恵みとしてあったものを、はい、まあ、あの手この手でどうこううまく使おうかっていうところ で、ね、今のいろんなものにつながってるんで、そうですね、その時に食塩がない地域ですね、はい、なるほど、なるほど。それはしょっぱいものに入れる、秋葉梅林をこう焼き餅に入れられたりしてます。じゃあもうナトリウムそのものを温泉から自然の恵みからこう抽出してた、そうそうそう、重曹系なんですね。なるほど。でその
創意工夫の歴史がそのまま今のこの代表の格好に現れてるなと思った。これも手作りですあれが来ましたね。来ました。あれがだから今人気沸騰中のです。なるほど。この宿のゆるキャラです。これはあの今団体客の方が今受付されてますけど、あそこのおもてなしで出てきてるんですか。いやちょっと若干引かれてますけどここでかいんだ。近くで見ると大丈夫、ね、すごいけどここまでちゃんと作ってってことですもんね。あこんにちは、ありがとう。なんかおちゅんちゃんっていうからなんかもっとぴょんぴょんしてる感じだから結構のっそりのっそり。ちょっとどう見ても、ね、女の子ですか。そうですよ、女の子。まあでも可愛い、目とかすごい可愛いですね。おじいさんの時代で鈴木のお宿で作っていただいたんですけど、はい、まあ、いわゆる坂上先生って言うんですけど、はい、ここはなんか竹がいっぱい生えてるし、鈴木のお宿に近いんです。ここでこう一句読んでいただきます、はい、竹のある鈴木地を振るお宿から読んでいただいたんで、はい、じゃあ下にするのお宿にしちゃう。それどういうことですか。それだけこの宿を、この温泉を気に入ってくれたからここ認定しちゃおうみたいな流れです。それはちょっと分かんない。でもまあありがたい。ありがたい、本当にこう書いてあるんです。だってもう全のっかりしてますもんね。完全に。本当よな。ちょっとのっかりずにちょっとキャラ化まで行くと思ってないと思うんです。なるほどなるほど。今現代風にちょっとだからじゃあそれこそこの400年続いてきたその創意工夫の DNA が脈々と受け継がれて、あの手この手でその時代のお客さんのニーズに合わせて。ちょっと持ち上げすぎですけど。いやいやいや、ありがとうございます。ちょっとね、群馬県に温泉マークの発祥地もあるし、群馬県から発信するユネスコ文化遺産だったら、それも温泉マークの発祥地なんて一緒に売り出していただければ本当ありがたいです。じゃあ余計に合わせて群馬県といえば温泉っていうところも あるわけですから。近所の草津がいますからね。ちょっと小規模なんで、それ温泉よろしくみたいな。でもあれですね、その辺のアイデア力みたいなのはこれから例えばユネスコ無形文化遺産に登録された後のどういう展開をしていくかみたいなので、リーダーシップをこれね、磯部ガーデンのノウハウが発揮していく可能性が多い。リーダーシップよりもサンプルみたいなもんですか。1個のサンプル事例ぐらいで成功失敗含め挑戦するあの立場で、チャレンジャーで。なるほどね。それでいいです。横綱 の草津様とか伊香保様に基本的にかなわない。こんなことはあるけど、ちょっと標本みたいに見てみるみたいな、標本事例みたいな感じでいいかもしれない。ナシイカン発生亭の代表は深澤さんです。よろしくお願いします。ナシイカンの移り変わりみたいなところって、やっぱり苦労されたところとかってあったんですか。まあちょっとそのままじゃちょっとダメだなっていう自分の思いと、はい、父がそれでいいという思いが一致しなかったので、はいはい、まあ、喧嘩しながら、うん自分の思いを貫き通したというか、はい、それ何のためかって、本当にお客様ファーストで、はい、あの手この手を考えた結果が今のナシイカンということですもんね。そうですね。ナシイカンの、はい、立ち位置みたいなところってどんな風に考えてらっしゃるのかっていうのを伺えたらと思うんですけど、温泉地ではないので。はい、なるほど。一軒宿なので、はい、ありそうでそんなたくさんは、うん、なるほど、はい、はい、自家源泉が自分家にありますと、源泉ありますよっていう家は少ないとは思うので、はい、それを大事にしていかなきゃいけないなと思うんですけど、生かすも殺すもそうなると、はい、代表次第みたいなね。なるほどね。その辺のだから苦労はすごいなと思ったんですけど、そこをこのアイデアと行動力となんか DIY 力で突破した感がすごいなと思って。その辺のなんかあれはバイタリティっていうんですかね、これどこにあるんですか。何ですか。そんなに大したことはないんです。いや大したことあります。でもなんか俺あの竹の話聞いたらね、竹を裏山で拾ってきて、でそれをこうあれですか。そうですね、言わなきゃあんま分かんなかったもんね。あれもう本当にどっかの業者さんの仕事だもん。その辺のバイタリティのだから根っこはご自身の方そんなにあれですか。バイタリティそんなないですよ。いやでもね、このなんかね、喋り口調ともうなんか真逆ぐらいに、じゃおかしいですよ。なんか大したことないふうに見せんのがちょっとずるいっすよ。あれ大したことありますよ。結構な衝撃を受けてそのルーツなんか伺いたいなと思ったんですけど、あまり僕仕事好きじゃないんで。でもなんか生き生きとさっきね、あの中見させてもらった時、生き生きといろんな説明してくださって、ね、あの部屋も一個一個もうバカみたいに広いじゃないですか、はい、やっぱりゆっくりできないんですね僕は、はい、狭い部屋は、はい、なので自分のやっぱ経営者の色が出ちゃいますよね。
なんかね、部屋の広さ1個にしたって自分家の家よりも狭い部屋には泊まりたくねえだろうとか、はい、お酒も飲み放題で全部料金に入ってるっていうことで気にせず好きなだけ飲めるとかっていう気遣いのところが、そういう至るところのこだわりが本当になんかすげえなーって、うん、自分が泊まるのを想像すると、はい、そのあれだけサービスが行き届いてるとなんかストレスなく泊まれるというか、なんかもう本当にこう体を癒すことに集中できるというか、それがなんかすごい整ってるなと思って、うん、まあ批判はいっぱい浴びましたけど、はい、結局そのあんなそんなのが旅館じゃねえだろうとかって上位同業者に言われたりとか、それこそ居酒屋のやることじゃねえかみたいなことだったよね。なるほど、そんな持って行って初めてサービスだろうとか、はい、そういうことを言うの人はいっぱいいましたけど、家族もそう言ってましたので、ね、ちょっと待ってください。いやだからなんですけど、再度繰り返しになりますけど同業者にも、言われて家族まで反対されたら普通間違ってんのかなってなっちゃうのに、はい、突き通してそのバイタリティは何なんですか。自分が行きたい宿を作っているのと思ってるんですね、うんうんまあ、できないこともありますよ、うん、条件的にそこまでは無理だよっていうこともありますけど、はい、自分が泊まってみたい宿っていうのが理想なので、は今ちなみにこの梨木家長谷尾邸は、はい、その自分が行きたい宿のどのぐらいまでたどり着いてるんですか。まだ6割ぐらい。面白い。じゃあまだまだ4割やりたいことがあって、ああ、ね、それはいろんな部分で手が行き届かないから、これからの野望っていうことで、なるほど。